俺の話をよく聞け。説明。ナルト、お前に施された九尾の封印術はどんなのだ。絶望。封印術？死傷封印です。死傷封印か。立派なもんじゃねえか。俺様の鉄鋼封印より硬いな。やはり封印を解くんですね。もしコントロールがうまくいかず、キュービーが完全復活したらどうするんです。この場所に閉じ込め封印する。ここはそういう場所でもある。ここに封印するって。しかし、そうはならねえよ。俺がやってみせっからよ、ナルト。よし、そろそろ扉を閉める。これからキュービとのやり取りを教えてやる。ナルト、お前に簡単。ルールは簡単。精神の中でキュービと挨拶したら、まず封印を解け。キュービが封印から出てきたら、自分のチャクラでキュービのチャクラを捕まえて引っ張り抜け。チャクラはチャクラでしか捕まえられねえ。これ常識。キュービから直接キュービのチャクラを奪えばいい。それ勝利。言っとくが、チャクラを取ろうとするときは逆に引っ張り取られる危険もあるぜ。こっちが全部抜き取られてチャクラがゼロになったらどうなるか、説明はいらねえな。おお、相変わらず目つき悪いな。ナルト、貴様、本当のお前はどこへ行った。感じないぞ。ここにいるだろ。お前の目の前によ。どういうつもりだ。もう分かってるだろ。そうか、わしの力をコントロールするつもりだな。わしに勝てると思っているのか。俺様も戦いに参戦。オーライ。おっちゃんのサポートがあれば有利に戦える。なら俺は。サンキュー、ビーノちゃん、一緒に戦うってばよ。オッケー。序盤は終わりだ。
なんだよこれ。お前はわしをコントロールすることなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部にすぎる。あなたはここにいていいのよ。ナルト。なんだ。どうしてこんなとこに人が。それに、なんで俺の名前を知ってる。そっか。そうよね。じゃあ、私が誰か当ててみて、ナルト。まさか。もう分かった。お前、キュービの正体だな。なんという野蛮な笑い。女に化けて俺を騙すつもりだったな、キュービの。違ってまで言って。あ、ツズハツ。いきなりとついちゃった。ったく、何なんだってば。てばね、生まれつきせっかちで早口だからつい変な口癖がついちゃって、出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。じゃあみなと何も言わなかったのね。もうまったく。そう、私はあなたの。ずっと会いたかったってばよ、かっちゃん。てばよ、か。やっぱり私の子供ね。おのれ、わしをここまで縛りつける、この忌々しきチャクラ。屈しな。母ちゃん。ん？なんでもないってばよ。ナルト、お父さん、ミナトにはもう会った？父ちゃんなら前に出てきてキュービの暴走を抑えてくれたってばよ。あん時もすげえびっくりしたっけ。そう。そういや、母ちゃんはなんで。ミナトはあなたがキュービの力をコントロールする時のために、私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれるようにって。そうだったのか。何？さっきから私の顔に何かついてる？そういうんじゃなくて、母ちゃんが美人な人でよかったなって。あら、そりゃどうも。髪は父親にだけど、顔は私に似ちゃってごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら俺ってば美男子ってことだろ。
それに母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも似たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男はこれで二人目ね。そうなの？じゃあ一人目は？もちろんあなたのお父さんよ。はあ、そういうこと。何が？あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ、父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの？なんか恥ずかしいってばね。あ、てばねって言った。興奮してる。こういう時は動揺って言うんだってばね。また言った。私と湊が初めて出会ったのはまだ二人が幼かった時。私は田里から引っ越してきた身でね、アカデミーに転入してきたのよ。その時に私と湊は一緒のクラスになった。私から見た湊の第一印象は女男みたいで頼りなさそうでね。里のみんなに認められるほかげになりたいって夢を語ってたけど、私には冗談に聞こえたっけ。なんで？父ちゃんってばすっげえ強そうなのに。そうね、けど私はまだ若くて何も分かってなくて、湊を見くびってた。ある事件が起こるまではね。ある事件？私は自分の赤い髪が大嫌いだったけど、その事件以来私はこの髪が好きになったの。何があったんだってばよ。私には少し特別なチャクラがあってね、それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。母ちゃんがさらわれた？突然のことで大した抵抗もできず、私は彼らに捕まり雲隠れへと連行された。その時連れ去られていく中で、私は敵の足取りを残すためとっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれてもうダメだと思った。でもその時。そこだ。そう、湊が唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ一人私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれた。その時の湊はとても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。私を変えてくれる人だと思った。この大嫌いだったただの赤い髪は私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を好きになった。そして何より湊を大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？え？ナルト、あなたを愛してる。愛してる。なんだろう、安心する。それにすっげー嬉しい。こいつ、力が溢れる。今ならいける。
しねえから、少しの間待っててくれ。